どうも、おわきちなのね。ということでね、はい、前回1個開けたけど、今日はね3つ開けたいと思います。はい、前回はビクティニがね当たったよね。ビクティニが当たったけど、次は何かというのがちょっと楽しみだね。よし、まず1つ目、これね、バッグの中にずっと入れっぱなしだったから溶けてたり、欠けてたりするんだよね。ちょっとこれ失敗したな。めっちゃボロボロ出てくるけど。で、しかもね、シールがここに入ってるっていうのがちょっとね、なんかここがちょっと悪いところやな。あれあれどうなる、あれシール入ってない。入ってた。ここに入ってる。うわ、もう粉が出てきたよ、もう、ほんと。お、ライチュー。ライチュー出たよ。お、これアンノーンじゃないね。うん、これクレッフィー。知らないポケモン、これクレッフィーが当たりましたね。はい、俺はね、ぜひジラーチが欲しいね。ジラーチだけど、イベルタルがね、イベルタルが欲しいね。ちょっと知ってるポケモンが出てきてほしいんだけど。じゃあ2パック目、これ裏に入ってんのかな。あれ全然開かねえや。開けづらいなこれ。はい、バッグ目、これ裏かな、裏に入ってる、違うよね、明らかこの下だよね。シールがベタベタするからさ、ちょっとあまりちょっと好きじゃないんだけどね。お、知らん、シコシコが当たりました。はい、でもね、この今気づいたけど、やっぱこれ嫌いね、全部光ってる。これはね、俺好き、めっちゃ好き。まあ、ね、最初にビクティに当たったから俺いいんだけど、まあ最後のラストね、ラスト開けよう。うん、これね、ちょ、コンプリートしたいね、俺コンプリートするの好きだから、こういうのはぜひコンプリートしたいけど、金の問題だな。他の YouTuber はやっぱお金を持ってるから買えるけど、俺買えないんだよ。こ学生だから買う暇もないしね。はい、ラスト、この裏に入って、おなんだこれ、化け物やな。ん？何これ？うん。二段ギル。知らんけど、二段ギルが当たりましたよ。はい。ということでね、三つ当たりましたよ。ビクティリとシシコ、クレッフィ、二段ギル。ということでね、この裏ね、裏をこうやって繋げて、一つの絵になるらしい。だから、ぜひね、俺はこれコンプリートします。まあこれ1個100円ぐらい、88円だから、まあお金はないけど、まあ少しずつなら買っていけるはず。ということでね、僕これね、コンプリートします。はい、宣言しました。ということでね、はい、おわきちのポケモンウェハースチョコのね、開封動画でした。はい、じゃあコンプリート目指して頑張ります。